ヘンリー・スタッフ,フォード、第二代バッキンガム公ヘンリー・スタッフ,フォード、ヘンリー・スタッフ,フォード、セカンド・デューク・オブ・バッキンガム、1454年9月4日から1483年11月2日は、バラ戦争期のイングランドの貴族で、リチャード三世の交流と没落の中で重要な役割を果たした。また、ロンドン島に遊兵されたはずのエドワード5世が、行方不明になった。 暗殺されたとも言われる事件の容疑者の一人でもある。バッキンガムは、イングランド王家の血をいくつも引いてはいたが、その血も除刑だったり、重福だったりで自身が王にまでなる可能性は低かった。だが、長引くランカスター・朝とヨーク長の対立による混乱、バラ戦争によって、思いのほか王位に近いところに来てしまう。 その後の行動から、彼自身も大いに興味を持っていたという説もあるが、結局反逆罪で処刑されてしまう。ヘンリー・スタッフォードは、ヘンリー六世統治下の1454年に生まれた。父は、バッキンガム公、ハンフリー・スタッフォードの長男、スタッフォード博、ハンフリー・スタッフォード。母は、サマセット公、エドムンド・ボウフォートの娘マーガレットである。 母と同盟のマーガレット・ボフォートは、中宿母、おじヘンリー・スタッフ,フォード教の妻でもある、息子で、チューダー長の子祖ヘンリー7世はまた重邸にあたる。父はランカスター派に属しており、まだ幼い息子を残して1455年の第一次、セント・オール・バンズンの戦いで戦死してしまった。また、同じくランカスター派の中心人物だった祖父は、 その5年後の1460年、ノーサンプトンの戦いで戦死、それにより6歳の時に、第2代は金が無効を就着した。もっとも、まだ若い新公爵には、後見役が必要と、エドワード4世の王妃エリザベスウッドビルが、後見役になった。1466年、彼は、王妃の妹キャサリンウッドビルと結婚する。 バッキンガム公にとってエリザベスに強制されたこの結婚は受け入れがたいものであり、その行き通りは妻キャサリーン、そしてウッドビル家にも向けられることになる。1483年4月にエドワード4世が病没して、ウッドビル家がエドワード4世の弟、グロスター公、リチャード、後のリチャード3世と主導権争いを始めると、ウッドビル家が擁立する。 エドワード5世の後見人のはずのバッキンガムは、真っ先にリチャード支持を表明した。議会は、その後、エドワード4世とエリザベスウッドビルの結婚が、重婚であることから無効であり、その二人から生まれたエドワード5世は、死生事であるため、王位継承権は無効と宣言し、グロスター公に王位の継承を申し出る。彼はこれを快諾し、 ここに、イングランド王リチャード3世が誕生する。当初は、リチャード3世を支持した、バッキンガムだが、後に彼は、イーリー主教ジョン・モートンと共謀して、リチャード3世に抵抗する彼の、また、重廷のリッチモンド博ヘンリー・チューダー後のヘンリー7世の支援活動を始める、ヘンリーを支援するということは、当時彼と同盟を組んで、リチャード3世に対抗していた。 ウッドビルと同人営になるということなのだが、ヘンリー・チューダーが10月にリチャード3世から王位を奪うためにイングランドに押し寄せようとした時、バッキンガム校はウェールズで軍を集めてヘンリーに同調して闘進し始めた。だが、この反乱をリチャード3世は月と手腕の合わせ技で鎮圧したヘンリーの船は嵐にあってウルターニュに戻らなければならなくなり、 バッキンガム公の軍も同じ嵐に見舞われたところを、リチャードの攻撃を受け、兵たちの脱走が相次いだ。バッキンガム公は変装して逃げようとしたが、リチャード三世は彼の首に懸賞をかけており、たたく間に捕らえられた。彼は反逆罪で有罪を宣告され、十一月二日にソールズベリーで処刑された。バッキンガム公の処刑の後、未亡人キャサリンは、 ベッドフォード公ジャスパー・チューダーと再婚した。バッキンガム公爵は消滅。このエドワードに受け継がれなかったが、1485年にイングランド王となったヘンリー7世から与えられ、復権を果たした。エドワード4世が亡くなった当初は、リチャード3世を支持していたバッキンガム公がわずか半年で反逆を企てたその動機については、様々な議論がある。 エドワード四世とその子供たち、エドワード五世、ヨーク公リチャードへのバッキンガム公の反感は、おそらく二つの原因から生じた。まず第一には、エドワード四世と自分の共通の親戚にあたるウッドビル系の反感である。特にエドワード四世が何かにつけて、彼らを悲劇するのが面白くなかった。もう一つは、ウーン営の所領に対しての彼の関心であった。 バッキンガム公はすでに、元祖母、四代の先祖であるエレノアドブーンから、広大な所領を相続していた。エレノアはかつてヘレフォード博、エセックス博、ノーサンプトン博を兼ねていたほどの名家であるブーン家の、末裔である。ブーン家は、エドワード3世の治世末期に男系が途絶え、広大な所領をエレノアと妹のメアリーで、分割相続していた。後にメアリーはヘンリー4世と結婚したため、 メアリーの相続分は、ランカスター朝の所有財産としてそのまま、ヘンリー六世に相続されていた。後にエドワード四世によって、ヘンリー六世が退位させられた時、ブーン家の所領は没収され、その半分が、ヨーク庁王室の直轄領になっていた。もしかしたら、バッキンガムは、ブーン家の土地は、ヨーク庁のものではなくブーン家の地を引いた自分が、継承すべきと主張したのかもしれない。 王位が欲しいリチャード三世が、王位につくための罰金が無効の協力の見返りとして、ブーン家の所領を継承する密約を交わしていたというのはありそうなことである。確かに、リチャード三世は、退官式の後、罰金が無効に、ブにン家の所領の残り半分を授与している。ただしそれには、議会の承認が必要という条件を付けていた。歴史家はこの条件付けから、 リチャード三世には約束を守るつもりなどなかったから議会承認という障害を置いたものと考えている。バッキンガムがリチャード三世から離れていった理由はこのあたりにあるのかもしれない。リチャード三世は彼より多い継承順位が高い兄の子を排除することによって力を強固にしたと言われている。だが、その兄の子であるエドワード五世の失踪について、 バッキンガムはどれだけ関与したのかが疑問である。1980年代の初めに、文章院で見つかった写本によると、王子はバッキンガムの万力によってバイザ・バイス殺されたと、バッキンガムの万力では意味が通じないので言葉を補うとすると、バッキンガムの助言、アドバイスによって殺されたのか、それともバッキンガムの発案、ディバイズで殺されたのか。 前者だとすると、助言というのはどれほどの主体性を持っていたのか。もしも、エドワード五世殺害について、リチャード三世が主体となって実行したのであれば、エドワード五世の後見人まで務めた、バッキンガム公がそれに幻滅してランカスター派に、寝返った、能性は、十分にある。だがもし、バッキンガム公が、自発的に、すでに機脈を通じていたヘンリー・チューダーの、 王位継承の邪魔者として王子を殺害していたらどうだろうか。この考え方でいくと、もし、バッキンガム公が王子を暗殺してその罪をリチャード三世になすりつければ、ランカスター派の反乱を先導することができるだろう。その時、リチャード三世と王位を争うライバルは、ヘンリーだけが残っている、という筋書きになる。さらに言えば、残るリチャード三世さえ倒せば、自分が、 大いにつくためのライバルは、ヘンリーただ一人になる、という計算が働いた可能性もある。もっとも、実際彼の読み通りにランカスター派の反乱は、続いたが、リチャード三世を退位させることに成功したのは、バッキンガム公ではなく、ヘンリーであった。バッキンガム公の四人の祖父母のうち、三人までが、エドワード三世の子孫であった。こう見ると、 バッキンガム公の父方の祖母アンネビルと母方の祖父、エドムンドボーホーとはいとこ同士だったことがわかる。バッキンガム公は父方と母方の祖父母を通して王族、貴族と地がつながっていた。キャサリン・ウッド・ビルとの間に4人の子供を設けた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。